魔女に与える、鉄六1669年版の大扉、魔女に与える鉄翼とは、ドミニコ会史で異端新聞館であったファインリヒ・クラーマーによって15世紀に書かれた魔女に関する論文。序文に名前が出てくる、ドミニコ会史、ヤーコップ・シュプレンガーは、かつて強調者と考えられていたが、クラーマーが事実上の著者で、シュプレンガーはその学識者としての名声をはくつけに、 利用されたに過ぎないとも言われている。魔女に与える鉄継は1486年にクラーマーによって書かれた。同年秋シュパイアーで初版が印刷され、1487年の版で序文が付された。中世における魔女理解のエッセンスとも言うべき本であり、1435年から1438年頃に書かれたヨーハン・ニーダーのアリズカ前後館と並んで、 中世の魔女関連書の中で最も有名なものである。本書の執筆目的は魔女の妖術の存在を疑う人々への反駁と、妖術の犯人は男より女が多いことを示すこと、及び魔女発見の手順と、その証明の方法について記すことであった。現代の研究者たちは、本書のほとんどがクラーマーの手によるもので、シュプレンガーは名前を使われただけで、 ほとんど内容に携わっていないという点で一致している。むしろシュプレンガーは自分の管区でクラーマーが説教することを禁じたり、追放するなどしており、クラーマーの活動を容認していなかった節がある。1484年12月5日、教皇インノケンテウス8世は魔女狩りを行うことへのお墨付きを与えてほしいと願ったクラーマーに対して、会直。 限りなき願いをもってによって答えた。クラーマーはこの会直を魔女に与える鉄つの序文として転用している。これによって、クラーマーの著作が教皇のお墨付きを得ているかのような印象を与えることに成功したが、本来この会直は審問官としてのクラーマーとシュプレンガーの役割を認めるだけのものであった。しかし、教皇の会直が魔女の存在と、 その断崖の必要性を認めたことが、血塗られた魔女狩りの時代を開くきっかけとなった。クラーマーは1487年5月9日に魔女に与える鉄槌をケルン大学進学部に送付して大学による学術的承認を求めた。4人の教授が署名し、同社の考察は全員ー得る者との所見を記した。また、8人の署名入りの別の鑑定書があるが、これは、 同書の内容には直接触れていない。いずれにせよこれは学部としての正式な認定ではなく、署名した教授たちも、クラーマーを積極的に支持したわけではなかった。クラーマーはケルン大学進学部による承認を受けたとして、書物を宣伝したが、ケルン大学は後に、この鑑定を誤りとして訂正しようとした。 このため8人の教授の鑑定書はクラーマーが鉄造したものとの説が後世に生じた。1490年、教会の異端審問部はクラーマーを弾劾したが、同書は魔女狩りのハンドブックとして読まれ続け、1487年から1520年までの間に13版を数えた。1574年から1669年までに、 さらに16版が印刷された。魔女に与える鉄槌は、独創的な著作物というより、それ以前から存在していた異端に関する諸説を、巧みに組み合わせ、注釈をつけた、百科全書的な書き物である。魔女に与える鉄槌の際立った特徴は、通常の異端神問とは異なり、黒魔術などの邪術にアクセントを置いたことと、異端や、 邪悪の根源として女性に的を絞っている点にある。魔女に与える鉄槌は全三部から構成されている。ありがとうございます。